中目とはなるべく彼女の目に留まるの頭文字を取ったものである。先輩、奇遇ですね。たまたま通りかかったものだから。奇遇ですね。たまたま奇遇で、まあ奇遇、まあ、き、まあ、私はなるべく彼女の目に留まるよう心がけてきた。君は外堀を埋めているのが好きだよね。目の前に相手がいるのになぜぶつからん。日は熟しつつある。必要なのは待つ勇気である。あの子がスケートボードキャッテを持って通り飛ばす。雨どいスラッド滑ってゆる闇が光る。まずい、タンコ、私の思い描いていた台本ではない。彼女が愛読していた本を手に入れれば心をつかむのはたやすいとか思っていたんだろう。私には私の間合いってもんがあるんだ。こうして出会ったのは何かのご縁。彼女の情報も集められて知りたくはないのか。このパンツを履き替えはしない。彼はいよいよ一世一代の勝負をかけるらしい。よっしゃなもん、開演。このまま彼女に思いを打ち明けることなく、それも地で明日死んでも悔いはないというものがあるか。先輩、夜は短し歩けよ乙女。